おはようございます。バシヒデです。沖縄に来てまして、今からちょっと Vlog 風の動画を撮っていこうかなというふうに思います。それでは行ってみましょう。今回泊まっているのはこちらね、ホテルジャルシティ那覇というホテルに泊まっています。国際通りにあります。はい、今現在7時6分で、朝の7時6分で沖江通りを歩いて泊まり伊湯町を目指して歩いてます。ピース。気温は23度ぐらいかな。で、若干風が吹いていて涼しめです。はい、沖縄のここ港ですかね、フェリーとか止まってて、なんか貨物のフェリーが止まってる、こんな感じですね。はい。ここからね、フェリーに乗って渡嘉敷とか久米島、それから粟国とかね、そういう離島にね行くことができるそうです。はい、今度ね、今回はちょっと予定ないんだけど、次回来た時このフェリー使ってみようかなというふうに思います。だいたいホテルが三重橋ぐらいにあるんですけど、だいたい歩いて1時間ぐらい歩いて隣伊湯町に着きました。ちょっとね、だんだん暑くなってきて汗ばんできてます。はい、泊まり伊湯町はですね、漁港というか、直売センターがあったりします。新鮮なね、魚とかそういったものを購入することができる場所です。で、今からここでね、ちょっと朝食を食べようかなと思います。おう、今日ねご飯食べようと思ってたところ、マグロ屋本舗っていう店、今日なんと残念定休日でした。というわけでちょっとね、何か買って食べるか他のお店行くか考えようと思います。はい、泊飯町でちょっとね目的のお店がお休みだったので急遽予定を変更して、はい、今あざとにあるバイミースタンドという、朝食がね食べれるようなお店に来たので、この中に入って食べてみようかなと思います。ホットティー、うん、グッドテイスト。食パンがベースで、あとチーズと、あと、まあ、卵が乗っていてね、なんていうかな、まあ、半熟卵がトロトロしていて、まあ、チーズもとろみがついていて、まあ、いわゆるね、まあ、朝食っていう感じの、ね、お味です。でタバスコをかけるとねスパイスが効いて美味しいです。うわうわすごい。はいアメリカのブレックファーストっていう感じですね。アメリカン。